マンク死者区は、アイルランド貴族の死者区位。アイルランド会議員、チャールズ・マンクが1801年に除されたのに始まる。四代マンク死者区、チャールズ・マンク1790年から1797年にかけて、アイルランド会議員を務めたチャールズ・スタンリー・マンクは、1797年11月23日に、アイルランド貴族爵位ウェックスフォード県における、 バリートラモンのマンク男爵に除せられてアイルランド貴族院議員に列し、ついで1801年1月5日にアイルランド貴族爵位ウェックスフォード県におけるバリートラモンのマンク子爵に除せられた。初代子爵の息子ヘンリー・スタンリー・マンクは、就職前の1822年1月12日にアイルランド貴族爵位ラスダウン白爵に除され、 その後1843年11月22日に就職した。しかし彼には男子がなく、ラスダウン博釈位は彼一代で廃絶した。ラスダウンハクの死後、その弟チャールズ・ジョセフ・ケリー・マンクが3代マンク、死者を継承した。その息子4代マンク死者チャールズ・スタンディー・マンクは、ホイック党の連合王国議会会議員を務めた、あと、 1861年から1867年にかけてカナダ連合植民地総督。1867年から1868年にかけてカナダ総督を務めた。1866年7月12日には連合王国貴族爵位社ックスフォード県におけるバリー・トラモンのマンク団爵に助せられ、以降の当主は1999年の貴族院改革まで、 自動的に貴族院議員に列することとなった。2018年現在の党首は、第七代マンク氏尺チャールズ・スタンディー・マンクである。現党主チャールズ・スタンディー・マンクは、以下の尺位を保有している。ありがとうございます。